バター塗ります。完成。まあ端っこの部分断面なんだけど、この浮いてる部分しっとりしてるんですよこれ、うん、でほら一番細い部分断面をこう触ってもしっとりしてるんですよ。であとはもうこの歯切れでね、うめ。いや本当初心者とかじゃなくてこれは作ってほしいです。まあ、ロデブよりは簡単ですよ。まずフーガスっていうものをよくまあフランスパン生地なんかで作るんですけど、やっぱりこう硬いんですよね。で自分がどういうフーガスを作りたいか、やっぱりこう歯切れの良くて香りのいいフーガスっていうのをイメージしたので、こういう風に作るんだよっていうのをレシピの解説と、あとルヴァンリキッドのまあ作り方なんかもポイントになってくるので、その辺をレッスンしていきたいと思います。ルヴァンリキッドにモルトも入ってます。で入れてきます。細かく刻んでおきます。グリエルチーズ、これ分量外ですけど、だいたい回ってて綺麗だったんだけど、表面綺麗になってきてんだけど、ほらちょっとまだすぐ切れちゃうんだよね。こねろ。よいしょ。ね、丸め。これはこんな感じ。フーガス。そしてこれ。ルヴァンリキッド大変だけど、まあ、リキッドがそんなに。でこれ今回はグリエルチーズとオリーブだったけど、まあ基本グリエルチーズは僕は入れたいんですけど、グリエルチーズと飴色玉ねぎの風がその最高。もちろんオイルサーディンとかアンチョビとかを入れても美味しいし、自分が美味しいと思ったら何でもパンに取り入れてみてください。パン作りは自由なんで。